こんにちは、松井美香です。今日は500回のメルマガ記念の突破記念のイベントを行いました。今日は3名の先生に来ていただいたんですけども、今日の率直なご感想などを伺いたいと思います。じゃあまずは自己紹介とそれからご感想という順番でお一人一人を伺っていきたいと思います。よろしくお願いします。飯田香菜です。神奈川県から参加しました。夢の松井先生のご自宅にお邪魔することができてとても嬉しかったのと、あと、本当に小さい時から触ってみたかったベーゼンドルファーにを実際演奏することができて、もうとてもとても夢のような幸せな時間でした。ベーゼンドルファーは弾いてみたら思ったよりも音がすごく響く部分があって、そこでちょっとびっくりしてしまい、自分のお家のピアノよりもペダルを少なくしなきゃいけないということに途中で弾きながら気づき、ちょっとバランスを崩してしまったんですけれども、そんなこともあり、まだまだこれから何度も弾きたいという気持ちがもうどんどんムク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 起き上がっています。また弾きに来させてください、はい、よろしくお願いします。ぜひぜひいらしてください、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ次は、はい、お願いします。はい、金子智子です。ベーゼンドルファーここに来るのは3回目です。今日相変わらずすごいオーラを放していて、はい、もうすごい見るだけで幸せをこう、うん、私に与えてくれるような素敵な楽器に、うん、今日もまた出会えて嬉しかったです。演奏もなかなかうまくはいかないんですけれども、もう音にも癒されるっていうか、いつも帰ると音がずっと耳に残ってて、なんか、うん、もうその音が忘れられなくて、また聞きに行きたいと思っています。またよろしくお願いいたします。はい、どうもありがとうございました。またいらしてくださいね。はい、じゃあお願いします。はい、戸塚区から参りました木村千鶴です。松井先生とは5年ほど前でしょうか、ピアノの先生向けのアドラのセミナーで講座を受けまして、久しぶりにお会いして本当に嬉しい思いで伺いました。こちらこそありがとうございます。で今回はベーゼンドルファーのすごいお写真で見て黄金色に、うん、輝くベーゼンドルファーに惹かれて伺わせていただきました。実はちょっとだいぶ前なんですけど、やっぱりベーゼンドルファー楽器と、うん、にこだわる方に長いこと実はレッスンを受けてたことがあるんですね。でベーゼンドルファーを弾いたことあって、もう扱いが難しい楽器だって、うん、とても音は素晴らしいんですけど、うん、やっぱり扱い音の出し方、うん、すごく教わったんですけど、やっぱり自分の身には、うん、ならないまま、うん、で最近はちょっとそんなこと、うん、そんなレッスンちょっと行ってる間もなく、うん、ずっと何年か過ごしたんですけど、こういう機会で、うん、もうその時に習ったことを必死に思い出しながら、あこうだっけあだっけの、うん、一応家でもちょっと試行錯誤して、うん、弾いてみようかなっていう気持ちで来たんですけど、で実際に素晴らしいピアノを目の前にして、これだけで本当にオーラのある時間で、やっぱり緊張しますよね弾くのなんですけど、こう弾いてるうちにだんだんこうなんだろう、ベーゼンのこうなんていうんですよね、芳醇な音にこうくるまれるような気分がしてきて、本当に実際に出してるかわからないんですけど、すごいとても幸せな時間を過ごせる、本当にことは嬉しかったです。本当にありがとうございます。こちらこそありがとうございました。3人の先生方にね今日は、弾いていただいたんですけども、私もとても皆さんの演奏が素晴らしくてとても感動しました。またぜひいらしてください。じゃあ本当に今日はお疲れ様でした。ありがとうございました。